のセカンドチョンドがなんと、まあまあまあ、落ち着け落ち着け、まあ落ち着こうぜ。今回はね、まあ久しぶりにね、イミガッチのね、家に来て、yeah. あの、ね、yeah. お前それいいの大丈夫ですよ。まあね、今回はね、まあ普段ね、舞台はうちんちなんだけども、今日はね、イミガッチの家ね、こう、舞台をシフトチェンジしたということでね、シフトチェンジをすることによって何かメリットがあるかと。まあね、そんなに変わんないですよね。ただ、舞台が超舞台がね、なんもないか、舞台が変わったというわけでね。で、今日はね、なんと、ね、そのね、真琴くんにお土産をね、持ってね。え、何それ、え、実はね、え、うちで炊いたね、お芋をね、お芋、お芋をね、持ってきてね、でもね、うちで炊いたお芋をね、ありがとう、お芋ね、1.5 だから、お芋、あれ、お芋折れてんじゃん。いや、そう、あの、違う違う、折ったから、折った、折った、折った、そう、折って、じゃあ、これを、そう、うん、あ、ポキッポキッて、ポキッて折って、ポキッて折って、え、ポキッて折って、あ、もう茹でてある、茹でてある、茹でてある、えー、すげえ、そうそう、もうちょっと食べられる、食べられる、普通に、うん、いただきます、うん、はいはいはい、食って、どう、いや、本当に、本当に俺が食おうと思ってて、そう、もうお湯でだいぶふかしたから、おいしい、おいしいでしょ、うん、うん、うまいね、うん、ありがとう。これね、あの、お芋をね、曲げたの。ちょっと待って、なんかチャック開いてる。ちょっと待って、そう、まあまあまあ、落ち着こうぜ、落ち着こうぜ。ね、でもね、まあ、お芋をね、あの、差し入れにあげて、今日はね、舞台がシフトチェンジしたということで、あのね、まあ舞台はね、まあ珍しくうちじゃないんですよ。ということでね、まあ舞台を移動したということで、以上、今日のセカンドチョンの動画でした。